Good morning. Thank you, Jesus. 昨日楽しかったですね。楽しかったね。ああ、sorry。昨日ね、雨降らなかったのね。雨降ってもパラパラパラっていうそういう感じでした。それでニールが面倒見てくれて、もう一番最初に行ってテント作ってくれて。でもう火を起こして用意してくれて、で豚肉もいっぱい持ってきて焼いてくれて、もうお店で食べるみたいに美味しい味付けで、もう本当に感謝です。 Thank you, thank you. And then、James and、Daniel came途中から来て、でみんなでお腹いっぱいのお腹で、でべちゃ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 お話ししてたら、え今何時って言ったら、もうよもうすぐ4時、あ帰んなきゃWe have to go home. So it was a really fun time. Thank you everybody. And we're planning on going to Fujisan in July? Oh no, August. August. それも楽しみですね、8月にね。Okay, let's open up the scripture to 2 Corinthians 5:17. 第2コリントの5章17節を開けてください。 2 Corinthians 5:17. 第2コリントの5章17節。第2コリントの5章17節、こういうふうに書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。 So when you decide to believe Jesus Christ, God do miracle in your heart, and heMakes your heart brand new, and he makes your spirit brand new, and this is a miracle. で、イエス様は 100% 神様であり、100%、人間なんですね。で、これをね、この間水曜日のバイブルスタディのところに行ったら、はいって質問をする人がいました。So I said, okay, Jesus Christ is 100% man and 100% God. And last two Wednesdays before, somebody raised her hand and said, I have a question. I'm a half American, half Japanese. And we usually say I'm 50% American, 50% Japanese. But why Jesus is 100% and not 50%? And I thought, interesting question.で水曜日の バイブルスタディの時に誰かが、私はハーフです、半分アメリカ人半分日本人なのに、イエス様はどうして 50% 人間 50% 神様じゃなくて 100% 人間 100% 神様なんですかっていう質問をした人がいます。どう思いますか？ What do you think? What do you think?考えたことありますか？ハーフの人たちどれぐらいいます？ハーフ多いよね。 This church is full of half people. ハーフ、ハーフってでも言っちゃ失礼だよね。ね、失礼、本当は失礼だよね。いやね、本当は 100% なんですよ。 100% 日本人、 100% フィリピン人、 100% アメリカ人、 100% 日本人ね。だけどハーフっていうのはどうしてかって言って、血が混ざってるっていう意味でしょ。血が日本人の血とアメリカ人の血、日本人の血とフィリピン人の血が混ざってるっていう意味でしょ。フィリピンとアメリカだけ、まあクォーターとかもいるけどね。でだけどイエス様の場合は混ざってないのよ。
だから 50% じゃなくて 100% なの。イエス様は半分人間で半分神様じゃないんですね。人間は人間だけど神様でもある。 それがもう全く違うところ。私たちと、私たちは半分日本人半分アメリカ人の人もいるけど、イエス様は 100% 神様で 100% 人間。そこが全然違うところなんですね。だから奇跡を起こすことができる。アメン。神様だからです。でその神様が一番大きな奇跡は何かっていうと、やっぱり私たちがイエス様を信じるときに、イエス様私の心の中に入ってきてくださいっていうときに、イエス様が私たちの心を変えてくださるということ。そこからイエス様と私との旅が始まりますね。そして私がイエス様を信じれば信じるほど、私がイエス様をもっともっと愛せれば、もっともっと愛するようになれば、もっともっとイエス様の近くに行くことができます。それはを福音と言います。 That's a great news. That's a good news. なのでこの体験をしたことがない人はぜひした方がいいと思います。その前に、次の御言葉を開けてください。ヨハネの、14章、ヨハネの14章、 John chapter 14、 ヨハネの14章の26節、 John chapter 14 verse 26、John chapter 14 verse 26、 ヨハネの14章26節、ここに聖霊様のことが書いてあります、okay? で何が起こるかというと、あなたがイエス様を信じたい、信じます、イエス様は私の心の中に入ってきてくださいと言ったら、あなたの心が新しく作り変えられます。何が起こるかというと、あなたの心の中に聖霊様が住むようになります。そしてその聖霊様があなたを真理に導きます。真理をあなたに教えます。これも奇跡ですね。 This is a great miracle. So Holy Spirit is going to teach you as soon as he comes into your spirit and to decide to live with youAnd if you let your heart your open and say, Holy Spirit, come into my heart. Jesus, please come into my heart. And as soon as you do that, and the Holy Spirit is going to start working in you. This is a great miracle. That's how you can change. 人は自分の力で自分を変えることはなかなかできません。努力をすることはできます。けれども、その人の性格、その人の癖、その人の遺伝、持ってる遺伝、いろいろなことを考えると、人は神様があなたを変えるより、あなたがあなたを変えようとしてもできるかもしれないけど、スピードがものすごく遅い。神様はしかし、あなたがあなたの心を明け渡し、あなたが神様、私は私の人生を、私の心をあなたに委ねますという時に、聖霊様が来てあなたを変えることをし始めます。これは奇跡です。 So Holy Spirit will come and teach you, and this is a great thing. で他にも聖霊様がしてくれることがあります。そのしてくれることは、ヨハネの10隣ですね、15章隣にこういうふうに書いてあります。15章の26節、 John chapter 15 verse 26、私が父のもとから使わす助け主、このこと、これは聖霊様のことです。すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。これはイエス様が言ったことです。So when the Holy Spirit comes and lives inside of you, He is not only a teacher, but He is also your helper.
聖霊様は私たちのを教えてくれる、私たちの先生でもあるけれども、同時に私たちの助け主でもあります。そしてまた、助け主はこういった働きをします。16章の8節にこういうふうに書いてあります。その方が来ると、 This is Holy Spirit、 罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。この世とはあなたのことです。 When Holy Spirit comes, Holy Spirit will teach you and convict you about the sins and about righteousness and about judgment. So you don't want to sin anymore. You just want to do the right thing because you love God. And Holy Spirit also teaches you what's the judgment. Judgment comes because you do something God doesn't want you to do. And 神様は私たちが神様を求めることを何よりも求めています。で、ですね、お祈りって言った時にお祈りをするのが難しいと思う人がいるかもしれないですね。お祈りするの難しい人どれぐらいいますか？あ、みんな難しくないんだ。Is there anyone who thinks that praying is difficult for you? え？Maybe? で、お祈りが難しい場合は、本当はお祈りするときに目を閉じて天の父なる神様って言った後にババ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 って言葉が出てくるといいんだけど、そういう状態にならない場合は最初は決まった言葉を言ってもいいです。でもこれをずっとやってると聖霊の声が聞こえなくなる。だから最初だけでね、最初だけでこういうふうに言うといいですっていうのを今日教えます。だから誰か聖書に書いてください。書きたい人は鉛筆一本だけここにあります。Ready? いいですか？聖書に書くと後でノート探さないで済むから、聖書に直接書いちゃう。私の聖書にいっぱいいろいろ書いてあります。で、まず家に帰って、あ、ちょっとお祈りってどういうんだろう、うまくできないなと思う人はこういうことをやってみるといい。今日の夜寝るとき、明日の朝起きて、また明日の夜寝るとき、いいですか？言いますよ。まず日本語で言います。いいですか？ Are you ready? Ready. 私の心は、いい？石のように固い心ではなく、いい？柔らかな新しい心となります。私の心は石のように固い心ではなく、柔らかな新しい心となります。In English it says, my heart is not a hard heart like a stone, but my heart is going to become soft and new heart. 私の心は石のように固い心ではなく、柔らかな新しい心となります。So, 水曜日にバイブルスタディやるときに誰か祈ってくださいって言ったら、これを祈っても大丈夫。特に小さい子はね、子供は心から流れ出るように祈れる人もいるかもしれないけれども、そうじゃない人もいるかもしれないから、まだね。私の心は石のように固い心ではなく、柔らかな新しい心となります。次、2番目、私の心は固く閉じた心ではなく、罪を犯したらすぐ痛むような繊細な心となります。私の心は固く閉じた心ではなく、罪を犯したらすぐ痛むような繊細な心となります。In English,
My heart is not hard and closed up, but my heart is going to sense when I sin. My heart is going to sense when I sin. One more time. I'm translating, so it could be not the same English. My heart is not a hard heart, closed hard heart, but my heart is the soft heart that can sense sin when I sin, or something like that. いい?次行きますね。Next is this. 私の心は固くなで主の御声に無関心な心ではなく、喜んで仕え熱心に従う従順な心となります。私の心は固くなで主の御声に無関心な心ではなく、喜んで仕え熱心に従う従順な心となります。 My heart is not a hard heartThat I don't, hard heart does not care the voice of God, but my heart is soft and rejoicing. With rejoice, I would serve God and I would be obedient to God. Something like that. 今日はここまでにしますけれども、あの、証しがあります。We have a testimony, and Tomoko-san, I have to ask you again. お父さん、これのお父さん、うん、私もこれ買ったんですよ。いいですよって Tomoko さん、Takiko さんに勧められて買って、この間来たの。今ここから言ったんだけど。どうぞ。どうぞ。もちろん。Do we have one more microphone? お父さん、はい。他にしたい証ありますか？ある。3つほど。あ、どうぞ、どうぞ。どうぞ、はい。I translate into English.ハレルヤ、イエス様の皆、感謝いたします。また急にこういう機会を与えられてびっくりしてるんですけど、前回も急で。 I'm very surprised that I am to give my testimony suddenly today、はい。で、この間はあの突然だったので、あの本当に大事なことをあの後からあの思い出して、すごく大事なことを言うのを忘れてしまったので、あのいつかこういう時も来るんじゃないかと思って、ちょっとメモしてて。すごい。She's all prepared. Maybe God will. いつか来るかな。God will ask me again. So I prepared this time. で、あの大事なことを、あの神様の証なので大事なことを忘れないようにあのと思って、ちょっとメモしてたので、これを見ながらでもいいですか。はい、あの父の証をって今明子先生からおっしゃっていただいたんですが、あのちょっとその他にもあの2つほど簡単にあの ミラクル、うん、奇跡の証をさせていただければと思って、ちょっといいですか、お時間。大丈夫ですか。はい、あの3つほどあるんですけど、まず1つ目はあの許し のミラクル、許す心をいただいたっていうミラクル。I am given from the Lord the heart to forgive. で、あの、まあ、3つあるんですけど、その許す心をいただいたっていうことと、あともう一つが父の体の癒しと、でもう一つが先日明子さんが、ここでされた、明子さんのお父さんのお宅に伺った時に3人で天国に行ってきたという証。So the other、testimonies are like、I visited Akiko's father with Akiko, and we prayed together. He wasn't saved, but we've been ministering to him, and we went together in prayer. We went together to heaven, and we had a spectacular
experience. で、まずその、許す心を与えていただいたっていうのは、私が7、8年前にすごくなんか許せない気持ちを抱いてしまって、それからその気持ちをずっと抱えたまま、その気持ちがこびりついたまま、ずっと過ごしていたんですね。で、So seven, eight years ago, I had a heart, unforgiveness heart towards somebody, and I have been living with it for a long time. で、本当にその心が、もうずっと自分のもう海底にこう物が沈むと、その物にサビとかいろんな海藻とかが集まって、もうその原型が分からなくなるような状態になると思うんですけど、私の心もいつの間にかその人を許せないという心に支配されて、自分の心がそういう状態にあったですね。 So when something dropped in the ocean and goes down and down downvery deep place, and that very thing is wrapped up by stuff in the ocean floating around, and then you know the stuff is not showing anymore, being wrapped up by other things, and my heart became like that. My heart became like being wrapped up and being controlled by something that I wasn't able to.That was the condition of my heart. で、すごく苦しくて、はい。And I was struggling. はい。で、ある日またアキコさんにそれを初めて告白したんですね。こういう気持ちが私の中にあって苦しいんだっていうことを告白しました。So one day I said to Akiko-san that I'm struggling because I have unforgiveness in my heart and it's hurting me.そしたらアキコさんが、あ、大丈夫よ、許せるよって She said, then Akiko said, oh, you can forgive, no problem. はい。で、いや、絶対無理です、無理ですって、その時に、本当に、もう本当に絶対無理ですって、それは、かたくなに言いました。So I said, no, it's not that easy. It's really, I mean, I've been living with this for a long time. I can't forgive. That's what she said.そしたらアキコさんが、あ、トモコさんにはできないけど神様にはできるからで、アキコ said, well, maybe you can't do it by yourself, but God can help you. God can do that for you. で、すごくそれを聞いて半信半疑で、どういうことなんだろうって思ったんですが、アキコ、言われたように、どう神様、どうぞ許せます、許すことができますようにっていうふうに、ひたすらよくわからないんですが、半信半疑のままお祈りをしていました。So I moved one more step farther toward God, and I started to pray. And my prayer was, God, I'm really not sure about this, because I don't feel like forgiving. But I need your help. I want to forgive. That was became my prayer. なぜならやっぱりこの気持ちから解放されたかった。Because The bottom line in my heart, there was a voice saying, I want to be free from this unforgiveness. そしたら何が起こったかというと、まずその場面というか、そのことがだんだん記憶の中から薄れていく感じがしたんですね。And as soon as I started to pray, God help me.And God, it seems like to me, whatever I was holding grudge against, that memory, the experience, that started to fade away in my mind, in my memory. で、何だったかなってこう思い出そうとするんですけど、なかなか思い出せないというか、そんな大したことないよって何を。And I became to the point that, what was I so angry about?What was I holding on for so long? I mean, I can't even remember. That is the place I reached. で、本当にそういうことが起こって、それと同時に何が起こったかというと、私自身が変えられていった。And my God started to work in my heart. When I said to God, God, I need for I want to be free from this unforgiveness. And God, Holy Spirit, started to walk in my heart.
で、自分で努力した覚えもないんですが、多分神様が解放してくださったのか、解放してくださったのでそういうことが起こったかと思うんですけど、本当にこう軽く気持ちが軽くなって自分自身が変わっていきました。そうすると不思議なことにやっぱり自分の周りが今度は変わっていったんですね。 So, my heart was changed by God. And then I couldn't even remember what was I was angry about. And so I was changed. And then the people around me, the things around me started to change as well. で、みんなハッピーになったから。So, you know, the happiness came back to me. それ一つ目です。一つ目です。3つあるうちの2つ目なんですけど、私、父の話なんですが、父が、もう私が小学校ぐらいの時から腰を悪くしているのを知ってて、で、父がその多分ヘルニアかなんかを持ってるたんですかね。 My father was struggling with hernia in his back, and I remember it had started when I was elementary school student. よく針とか灸とかの治療に一緒について行ってたのを覚えてるんですけど。 And I remember I went to the doctors to ease the pain in the back. で、今はもう80代になりました。 And he's 80 years old. で、この春に会う機会があって会ったんですけれども、その時の状態がひどくて、もう本当に急激にその腰の痛みが、腰が悪くなってしまって、本当に予防っていう感じと、あともう距離が歩けない、すぐに座ってしまう。 So my father, when I was able to see him this last spring, but the condition of this spring, and then the condition of his back was very bad, became really bad. He couldn't even walk straight, and not for a long distance. で、顔色も悪くて、ちょっとなんかどす黒くなって、もう表情もやっぱり痛みがあるせいか、本当に、なんか元気な父じゃなくなってまして。And because of the pain, he wasn't the father that I knew anymore. He didn't have he lost his energy. で、目も加齢黄斑変性って言って、よくお年寄りの方がなるみたいなんですが、こう視野の中が視野の中心が暗くなったり、こう物がこう歪んで見えるっていうものも患っていて。And also he had eye sickness that he couldn't see things. It was blurry.And then he, you know, the vision, it was hazy. で、every other month ですかね、各月に目に注射をこう直接打つような治療をしてたみたいなんです、ね。So he was he had to get the shot on his eyes. で、それを聞いて、なんかもうすごい。もう本当に父がもう見た目もそうですし、そういう状態になってて、もうすごいかわいそうに思っていました。So I felt sorry for him. はい、で、もともと野菜作りが好きで、畑仕事をよくしたり、ウォーキングしたり、元気な父、年の割にはすごい元気だなと思ってたんですけど、ちょっとそういう状態になってて、悲しくなって。辛いだろうなってかわいそうに思ってました。So I felt sorry for him because he liked walking in the field, but not anymore. で、祈ってあげたいなって思ったんですね。So I start feeling I want to pray for him. でも、なんか恥ずかしいんですよ、娘って。なんかこう、父はすごく熱心なこう仏教というか、ご先祖様をものすごく大事にしてて、いつも毎日熱心にお水とご飯をあげて、自分の亡くなったおじいちゃん、お父さん、お母さんを大事にしている人だったので。My father was the ancestor worshipper. So every morning he offers the food to the仏壇 altar in our house. And he is really strict about that. で、
お祈りしてあげたいなって思いながらもちょっと何日か過ぎていった時に、まあ、娘が、まあ、孫ですからすごくなんかそういうこう 恥じゃないですか、なんかそういう恥ずかしさというものはなくて、でじいじお祈りしてあげるよって。 But my daughter、she's still young and then she said okay let's pray I'm gonna pray for you grandpa that's what she said。 で部屋に上がっていって一生懸命二人でなんかお祈りを始めたんですね。So my father and my daughter started to pray together. で、私はもうじっとしてこのまま今がチャンスだと思って、ママも行くって言ってわーって階段上がっていって、そう娘がその突破口を開いてくれたんですね。So my daughter started to pray with my father, so I joined, so we started to pray together. でその時にルカの17章のサーラトの方を癒す、イエス様が癒すっていう場面がルカの17章にあるんですけど、その御言葉聖句が与えられて、その聖句を読んで、アキコさんからもらったアノイティングオイルをつけてこうマッサージをしながら祈りました。 So in Luke 1711, there is a healing written here, and they put the oil. No, they didn't put the oil in here, but there is a healing that's written here. So that's what came to my mind to pray for him. まあ、17章の11節12節に辛跡に侵された人の話があって癒されたっていうこのことが思い出されたんですね。本当にイエス様は私たちがいい行いをしたからとか素晴らしいことを行ったからとか熱心にもう24時間寝ないで祈ったからとかではなくて、本当に恵みと憐れみだけで人々のことを癒してくださったっていう、そこに立って祈り続けました。 So my prayer was for himThat not because we pray harder or pray longer, but standing on the grace of God and the mercies of God, that God is going to hear our prayers, and we started to pray for him. で、その時にこのイエス様の血潮を宣言する祈りという本を持っていたので、もうこれにイエス様の、血潮、そしてその御言葉にはもうすごい力があるっていうのを実感して感じてましたので、各体のパートに分かれてあるので父が痛みを覚えている部分をピックアップして私とそして父にも唱えてもらいました。ここにはその腰が痛い時とかそのいろんなその体の部位に対してどう祈ったらいいかっていうのを書いたんですね。でその通りにもうお父さん信仰持ってなかったんだけれども、これを進めて、それでその通りに祈ってもらうようにしました。So my father doesn't have faith in Jesus Christ, but because he doesn't know how to pray, I gave him this book and said, well, let's pray according to prayer here because this book contains the prayers for your back, your knee, your headache, your mental.Your heart, I mean, different parts of your body, you should pray like this by the blood of Jesus Christ. It's written here. で、もともとそのご先祖様を大事にして毎日、毎朝、毎晩、お仏壇に手を合わせてた父なので、もともとすごく熱心なんですね。で、その対象がイエス様に変わった。はい、so my father is a religious Shinto person worshiping the ancestor, but when we pray together and let's pray like according to this because you can receive healing, and then his focus changed from ancestor worship to let's try Jesus. その本当にイエス様がどういう方でどういうことを行ってきてっていうのは全く知らなかったと思うんですが、ただただただもうひたすらすがる、もう
もう体が本当に痛いので、もうどうにかしてくださいっていう、本当にイエス様にすがるような思いで、多分これをずっと唱えてたんだと思います。So my father decided to repeat what's written here for the parts of his body because he wanted healing really bad. And he just had to go to Jesus. If Jesus can really heal, I need that healing. That's where he stood.で本当にもうひたすらその骨と関節にっていうところがあるんですけど、そこを大きな紙に書いてあげて、それをこう前に部屋のなんか棚かどっかに置いて、お祈りするようにって言ったら、まあ、本当に忠実に私と一緒じゃない時もずっとそれを続けてたみたいです。So my father, even when I was away, he started to pray for his bones and then his marrows. There's a prayer in here. で、どうって最近どうって聞いたら、おなかなかいいよっていう感じで話してくれて、で私が例えば家事とかで忙しくてお祈り夜一緒にお祈りするのを忘れそうな時にも、勇気がじいじにお祈りしてあげようって言って、私をこう部屋まで連れて行ってくれて、で勇気も手を当てて父のところ手を当てて一緒にお祈りしてくれたら、父もなんかやっぱり孫にお祈りしてもらうので、ああ優くん良くなったよありがとうって言ってSo when I was busy at night doing the housework,And then my son sitting here says, "Mom, we have to go to Gigi's place, and then we have to pray for him." And so, you know, of course, the grandfather is really happy to hear that the grandson wants to pray for him. So his heart was suddenly became really open to Jesus. で、半月ぐらいですかね、一緒にいたんですね。で、その。まあ、もう日増しに本当に元気になっていくのが分かって、顔色も良くなって、草むしりも始めちゃって、 So 6 months we were together, we were living together, and then he started to gain the strength again, and he started to even pull weeds. His condition have really improved. とてもとても来た時にはできるような状態じゃなくて、お医者様にも草むしりとかそういうのは絶対庭いじりはしないでくださいって言われてたんですが、本当に日増しにその草むしりをする時間が伸びていって、ある日はもう本当に朝行ってお昼食べてお昼寝して夕方も一日するな感じに元気になって、 So he became better and better and better with the confession of the word written hereAnd his condition, I mean, grew rapidly to better. で、まあそれを見ていた、まあ父もびっくりしたと思うんですね。やっぱりいらされた痛みがなくなったっていう。で、それもあるんですよ。まあそれを見ていた母も多分すごくその辛い時ずっと父を見てきてたので、その元気になった父を見て母が多分びっくり、かなりびっくりしてたみたい。My mother was together with us, with my father, and then, but change the way he started to change and gain the strength to his body. My mother was surprised what's happening to his body. で、その日もう帰るのも近くなってきた時に、私たち桶川でバイブルスタジオをしてるんですが、あきこさんがそれを、その日うちでやろうとバイブルスタジオ。言ってください。いや、私父も母もいるし、どうするんだろうと思って、あ、そうですかって言って、でも秋子さんが絶対うちでやるって言われて来てくださって、はい、バイブルスタディをしたんですね。So that was, and then also the first time we had a Bible study in our house with my mom and dad, never done before, but with Akiko came and we did. で、この間いつかあきこさんここでメッセージされた時、器を使って罪、私たちは罪があると、でその罪はもうイエス様の血でしか贖われないっていうことを、それを我が家で父と母の前でやってくれたんですね。で、いや私すごいドキドキして、そんなキリスト教の話もそう聞いたことないですし、
どういうリアクションになるのかなって心配してたんで、なんかこうふんとか言って上に上がられたらどうしようとか思った心配してたんですけど、もうずっとこう2人でこう真剣に明子さんの話を聞いて、で最後に明子さんがどうでしたかお父様って聞いた時に、父がなんか今までいろんなことを思ってきたことがやっとこれで納得できたっていう、ちょっと私には何かその中何が起こっているのか分かんないんですが、父の中でこうやっと納得できましたって言ってちょっと涙流して。 So the Bible study that night, what happened was the Akiko was able to share with my parents saying we are sinners. It's not that what we've done something, but we are born as sinnersAnd that sin, only the blood of Jesus can wipe it away, and we can be set free. And then he said, the reaction, I was very afraid. I didn't want him to be rude to Akiko and all. But he said, he started to cry after he heard that. And he said, for a long time, I had a question in my heart, but I think it became clear to me today.That I am forgiven, and blood of Jesus Christ took my sins away. So that was a great day of His salvation that day. で、で、そういうことがあって、でもう少し父とお祈りを深めたり、イエス様のことについて話をできたらよかったんですが、まあ、帰らなければいけないの、長崎なんですね、九州の長崎なので帰らなければいけないので、まあ、完全にその父が救われたっていうその、確信、私は確信ですね。父の口から信仰告白が聞けたわけではないので、その辺はどうなのかなと思うんですけど、私の中では使徒の10章でペテロがコルネリオの家に行った時に、その異邦人がイエス様の福音を聞いているだけで聖霊がそこに降りてきたっていう箇所があって、もう絶対もう聞いたので、イエス様の話を聞いたので、絶対父は救われたって本当に思うようになりました。 But in Acts chapter 10 there is an account of Cornelius. The Gentiles were saved and the Holy Spirit came on them just because they are hearing the message of Peter. And I believed that the truth was proclaimedAnd even though he did not went to the point of confessing Jesus Christ is my Lord, but I believe he heard the truth and he experienced the healing, so that the seed was planted. で、長崎にそれで帰ったんですが、まあ、すぐ病院に父は行きました。で、まず腰の方には、まあ、もう治ってる自信があったので、まあ、一応行ってみて、なんかちょっとマッサージしてもらったぐらいで帰ってきたんですけど、眼科の方に次に行ったんですね。そしたらお医者様がこうやって見て、あ、治ってますよって。わー、80 years old. His eye was healed. Hallelujah. The doctor confirmed.もう来なくていいですって。You don't have to come back anymore. Remember, he was 注射してたんだよね。And then the doctor said, you don't have to come back anymore because nothing is wrong with your eyes. Hallelujah! わかりました。はい。で、はい、そうです。すいません、です。で、もう一つが、あきこさんのお父さん、すいません。で、わかりました。Thank you. Hallelujah. すごいですよね。80歳の方が目が治った。もう医者が来なくていい。Isn't this the power of God? Isn't this the miracle? これを奇跡と呼びます。奇跡を体験したいですよね。Don't you want to experience this miracle?
Let's all stand up. この癒しはすごいですね。Then this Holy Spirit has power to do this if we open up our heart. And today I'd like to invite you up here. If you don't know Jesus Christ, if you did not open up your heart to Jesus Christ yet, I'd like you to open up the altar here. And you should believe Jesus today. So if anyone who never invited Jesus Christ into your heart, your heart can be changed. Jesus can touch you today. The Holy Spirit can show you a miracle today. But you need to respond to this call of God. In Jesus' name, I ask you to come forward. もしあなたが今日、私は今この癒しの話を聞きました。聖霊様が、私に、を助けてくれる、私を癒してくれる、そういうことがあるんだということを知りました。私は今日それを経験したいです。私はイエス様、私の心の中に入ってきてくださいというふうに今日言いたいです。そういう人がいたら前に出てきてください。一緒にお祈りします。そこからあなたの心が変わっていきます。状況が変わっていきます。誰かいますか？ Is there anyone here who wants to say Jesus Christ, my heart is open to you today. I want you to change me. I want you to touch me. If that is you, I'd like you to come forward. もしそれがあなたならぜひ前に出てきてください。一緒にお祈りします。 And also for the people who need healing, I would like to open up this place. We just heard the great testimony of the healing. Jesus can touch you. The Holy Spirit can touch you today. If you need healing today and say, Jesus Christ, I believe you. I want you to touch me today. If that is you, please come forward.今日もしあなたが私は癒しが必要です、今日私に触れてください、そういう人がいたら前に出てきてください。イエス様は今日あなたに触れることができます。聖霊様は今日あなたに触れることができます。あなたを変えることができます。ハレルヤ。 Thank you Jesus. Oh Lord, Thank you Jesus. やれらばせんだぼろろぼしえ。 Yeah, yeah, yeah.And then I'm going to also open up the altar for the people who never received the Holy Spirit to baptize you. You need the Holy Spirit to baptize you. I'd like to welcome you here to say, Holy Spirit, baptize me. I don't know anything about the Holy Spirit can baptize me, but I want the Holy Spirit baptize me. If that is you, please come forward. 私は聖霊様のことをよく知りませんでした。けれども、もし聖霊様が私の心を変えることができるのであれば、私は聖霊のバプテスマを受けたいと思います。もしあなたが聖霊のバプテスマを受けたい、昨日は水のバプテスマと言われます。でも聖霊のバプテスマというのは、聖霊があなたに触れてくださることを言います。もしそれがあなたなら前に出てきてください。聖霊様は今日あなたに触れてくださいます。ハレルヤ。 Thank you Jesus.